Hello everyone, it's Vesper. Today I have a special video for you because it's Asexual Awareness Week. Happy Asexual Awareness Week. Today I have a collab video with two people in Japan here to help me talk about asexuality in Japan. And before I get started, this video is mostly going to be in Japanese, so if you can't understand Japanese, please be sure to turn on the captions. On the bottom right-hand side of the player, you'll see two CCs. Please turn that on and set it to English if you want to be able to understand what we're going to say. Everything that's in Japanese will have English subtitles, everything that's in English will have Japanese subtitles. But first, let's start with self-introduction. 自己紹介お願いします。はい。はじめまして、中健と申します。先生堂々というグループで活動をしているアセクシャルの当事者です。で、先生堂々のグループでは5人で活動をしていて、いろんなセクシャリティの子たちがいるグループなんですけど、例えば、ゲイの恋愛についてとかであったり、アセクシャルで言われがちなこととかであったり、レズビアンの人のあるあるとかであったり、いろんなことを動画にしています。ぜひ見てください。はい、はい、こんにちは。大ちゃんです。自分はスコタンソーシャルサービスっていう団体で活動してます。スコタンソーシャルサービスはゲイバイ男性向けのイベントをやっている団体なんですけど、最近スコタンチャンネルっていう YouTube チャンネルも、オープンして主に自分とあともう一人でグダグダとしたゆったりとしたトークをしてます。自分は、アセクシャルの当事者じゃないんですけど、日本のアセクシャルについて研究したいと思っているので、今日ここにお邪魔しました。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はちょっと Q&A やってみようと思って、英語喋る人はほとんど日本語の今のアセクシャルコミュニティはどんな状況、どうなってる、ほとんどが分かんないから、ちょっと質問聞いていいですか？ぜひ。はい。まず最初の質問は、どうやってアセクシャリティについて知ってました？私は17歳の時にアセクシャルっていう言葉を知って、それがインターネットで調べて、エイセクシャルっていうのが出てきて、で、その時は恋愛がわからないとかっていうので、インターネットで調べた時に、エイセクシャルっていう言葉に出会って、あ、すごく自分が近いって思って、そこで初めて自認したっていうのと、あとはそのワードを知ったって感じです。うん、今は何歳？今が21歳。あー、OK。4年前ってことね。そう、4年前。ほぼ同じ、まあ、高校生の時は、なぜみんなセックスが好き、私セックスが興味ないとか検索して、でもその時は Google じゃなくて、Google はまだなかった。2003年、3年、2年。偶然にアセクシュアルという単語が出てきて、あるブログを読んで、でもその時のアセクシュアリティの意味は、今の英語での意味が違かった。まあ、日本語のと似てるかな。恋愛がない、性欲がない。それはその意味でアセクシュアル英語で使われた、その時は。意味が広かったってこと？だと思う。まあ、それについて私のブログに英語で記事ある。それをリンク入ります。見てください。そして日本語にも書いてあるから。あ、そうなんだ。見なきゃ。どうやって日本語と英語のアセクシュアル変わった、意味が変わった、よくわかんないですけど、私の目線、私の立場から見ると、私の意見だけですけど、後で教えます。見ます、見ます、見ます、見ます。見てください。どうやって知りました？自分は今27歳なんですけど、21か22ぐらいなので、5、6年前に、確かセックス苦手とか、セックスあんま好きじゃないとかっていう風にGoogleで検索したら、確か最初に出てきたのはアセクシャルじゃなくて、バニラセックスっていう言葉で出てきて、ちょっと日本語と英語でバニラセックスの意味違うんですけど、違う？そう、英語でバニラセックスって言ったら、ありきたりなセックスというか、ノーマルというか、<Yes. S 1> あんま面白くない、なんかその普通すぎるみたいな意味で使うんですけど、日本語でバニラセックスっていうと、こうちょっと触るぐらいとか、なんかちょっとこう程度の
その程度の低いセックスみたいな意味で使ってるらしいんですよね。軽いみたいな、ね、うん、ソフトな感じ。ソフトな感じ。へえ、そうそう、面白い。で使う、そういう言葉が出てきて、だからその人のブログがなんかそういうバニラセックスについて書いてあって、あんまセックス好きじゃないみたいな話を見て、でそこからどんどん検索してって、ようやくアセクシャルに行き着いたっていう感じですね。面白い。じゃあ、うん、3人ともインターネット、うん、インターネット、うん、じゃあ次の質問ですけど、はい、日本でのエイセクシュアリティについての知識ですか、うんうんうん、どのくらい一般的な人が知ってるだと思いますか。いや全然知らない。本当に知名度、みんなが知ってるか知ってないかで言うと本当に大多数の人が知らないです。うん、なんか LGBTQ コミュニティの人たちでさえもアセクシャルとかエイセクシャル、うん、みたいな感じで、知っていたとしても意味をよく分かっていないとかだったり、なんか聞いたことあるなぐらい、うん、しかないかな。それこそエイセクシャルなんですっていうことをいろいろな場所で言った時とかも初めて聞くって言われることの方が多い、圧倒的に。うん、多分アメリカはそんなに、まあ、ある程度は知識はあるですけど、うん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 、でもよくカミングアウトする時は、うんうん、その単語アイセクシュアルは分かってない、うん、人が多い。特に LGBT じゃない人、逆に LGBTQ コミュニティの人だったらちょっと知ってはいるって感じ。最近は増えてます、うん、LGBT の中に。でもまだまだ LGBT でいる人でも知らない人が結構まあ多い。多分それよりももっともっと知らないんだと思う。いやいやいや、LGBTQ の人でもきっと、うん、今まあそんなに日本に行ってないですけど、うんうん、行ってる間は、うん、そうに感じられる。大ちゃんはどういう風に感じる？自分は学校とか企業とかでプレゼンを、セクシュアリティに関するプレゼンをしたりするんですけど、うん、そういう時に必ずアセクシャルって聞いたことある人いますかって聞いてるんですけど、ほぼゼロ。ゼロ、うん、ほぼ、でもゼロじゃない。ほぼがある、希望なんか言うのが早い50人いて1人とかでも LGBT は大体みんな知ってるって感じ。インターネットで見てたけど、セックスエデュケーションのポスターとしてゲイ、バイ、エイセクションが入れた、何セックスエデュケーションのポスターがあった。どこのだ覚えてないですけど、日本の、日本の、へえ、嬉しかった。でも、うんうん、バイの意味が違かったですけど、そこがその、ね、でもエイセクションが入ってた、うん、無性愛として書いてあった。へえ、嬉しい。だから増えてってる、うん、いや、うん、学校内その知識が増えたら、うん、まあその子供たちが成長して、うん、社会的一般的に増えるかな、うんうん、じゃあこの次の質問は聞いていいかどうかわかんないですけど、うんうん、まだ誰かにカミングアウトしたことはありますか？あ、カミングアウトしてます、自分は。Okay. うんうん、そのリアクション、今までのリアクションはどの感じですか？あー、リアクション、リアクションはいいものと悪いリアクションがあって、なんかいいリアクションというか自分が安心したリアクションは、純粋にエイセクシャルってどういうものなのっていう風に疑問に思ってこう聞いてきてくれたりとか、一緒に調べてくれたりとか、あとはそういうセクシャリティを持っていても全然何も変わらないよっていう風にいつも通り接してくれたりとかっていうのが、こう、でもそっちの方が割合的には多かったかも知れない。なんか7割8割 70% 80% ぐらいは、うん、そのいい反応だったんだけど、うん、残り 20% ぐらいはなんか恋愛しないってロボットみたいだねみたいなことを言われちゃったりとか、うん、まああとはその恋愛感情がないってことは結局なんか他の友情とかそういうのもないってこととかだったり、うん、結構そういうなんだろう、なんかつまんなそうだねとか、ちょっと人間っぽくないねみたいな感じで言われちゃうことはあるかなっていう。うん、うん、同じアメリカでも同じ、うん、全く同じのリアクションになります。なんか直接ものすごい批判されるっていうよりかは分かんないから、うん、なんか
かわいそうだねじゃないけど、うん、なんか人生もったいないことしてるねみたいな感じで言われちゃうことが多いかもしれない、うんうん、それはわかる。これは適当に今考えた質問ですけど、うんうん、ある人にカミングアウトしたけど、何ヶ月何年後はその人が全く忘れたりとか、またカミングアウトしないといけないことはありますか？そうだね、いや、あるかな、あると思います。 A セクシャルってやっぱこう理解しづらいというか、なかなか言っても、うん、なんだろうなみたいな感じで終わっちゃうことが多かったりとかして、記憶に残ってなかったりとか、あとはもうなんかさらっと流されちゃったりとかして、でなんか前 A セクシャルって言ったけどみたいなことを言った時とかに、ん？みたいな、そんなこと言ってたっけみたいな感じになることはやっぱ時々ある。いや、私でもある。やっぱあるんだね。だからなんか意外と反応は、同じ感じなんだなっていう風なのは思ったかも。自分も A セクシャルに関する活動をしていて、で日本で100人200人とかの A セクシャルの人たちに会ったんですけど、やっぱこうカミングアウトした後の反応として多いのは、さっき言ったみたいな反応が多いかも。そんな気がする、うん、じゃあ次の質問ですけど、はい、日本語で例えば情報とか資料を探すときは見つけにくいですか、うん、難しいですか？いや、もう見つけにくいし本当に難しい、うん、てか日本語で資料とか文献として出てる書籍みたいなものとかはないよね。ほとんどないと、うん、ないと思う。 A セクシャル、その言葉、無性愛とかその言葉を使ってるのはない。それが A セクシャルってこう本の本当の一部に書いてあるものは何冊かあったりするんだけど、その A セクシャルっていうのを題材にしてたりとか大きく取り扱っているっていうのは本当に少ない。例えば LGBT の話が出てて、その一番下とかにでもアセクシャルもいますぐらいの、そう、うん、一部で割りみたいな、うん、なんか感じ、うん、最近出てる本でも同じよね。うん、そう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 、そう、でなんかインターネット、さっき言ってたけどインターネットでもそんな感じかな。なんかインターネットは比較的情報はだいぶ最近になって、うん、あの A セクシャルに関するまとめとかが出てくるようにはなってきたけど、うん、本当に自分が A セクシャルを初めて知った3年前とか4年前とかは、あの1ページに埋まるくらい、その Google の1ページに埋まるくらいの量ぐらいしか日本語で説明してあるサイトはなかった記憶がある。でも本当そんな感じだよね。今でもそんなもんだと思う、うん、A セクシャルに関してがっつり書いてあるサイトとかね、うん、ページってまだ少ないよね、うん、ブログやってる人がいる、まあ、それはアメリカもそうかもしれないですけど、うん、でも量が多分少ない、yeah. うん、だいぶ前からあった asexual.jp というサイト知ってる、うんうんうん、知ってます、知ってる、知ってる。ずっとそのサイトだけがあって、うん、多分、うん、先の私が高校生の時、うんうん、2003年、その辺にできた asexual.jp、 asexual.jp は確かに早めに、うん、その英文から発生して多分ちゃっちゃか作ってたと思うんですけど、そのやっぱりアクセスする人は多分少なかったし、いやいや、そもそも名前知らないからそこに行き着かないし、ね、みんな知らなくて検索してなんか違うワードで検索してるからなかなかそこに行き着かないし、でそのもっとアセクシャルのこと知りたいって思っても結局英語読めないと多分いやいやいや分からなかった。今でもそうですけど、当時はさらに多分それは残念。だから language barrier がすごく日本で感じられるのがすごい、なんかもっと本当増えたらいいなと思います、だから自分も研究するときに本当は日本語で研究できればいいと思うんですけど、先行研究っていうものがないから、結局そう英語の文献を探してきて読んでってやんなきゃいけなくて、だから多分研究者が増えないというか、アセクシャルの研究者増えないのはそれもきっとあって、英語読める人しかその研究できないかな、でかつアセクションに興味ある人ってならなきゃいけないから、なんかすごく多分数が減っちゃってなかなか研究も進まないし、そうすると本も出ないし、そうすると当事者も
なんか自分のことを調べられないしみたいな、なんかこうね、なんか変えていかないといけないなとは思う、うん、そうそうそう、うん、英語圏にあるアセクシュアルコミュニティは日本のと違う気がしますけど、どう思いますか、うん、英語圏では結構、うん、何ほとんどがネット上で、でも結構大きいです。アメリカだけじゃなくて、いろんな国が英語喋ってるから。でも日本はね、ネット上、基本的にはネット上だけど、コミュニティはすごく小さいよね。うん、なんかコミュニティとしてっていうよりも、本当にツイッターがなんか日本はいっぱい使うから、うん、そう。アセクってなんか書いて、ハッシュタグとかつけてなんとかつながってるような感じの、うん、だからコミュニティって呼べるレベルまでまだなんだろう、うん、出来上がっていないっていうのが現状かもしれない、うん、個人と個人の知り合いみたいな、うん、そう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 、で当然ながら直接会って話したりするイベントとか、うん、そういうコミュニティみたいなのはもうほとんどないって感じ。東京以外では特に、うん、もうないね、特に最近ね、うん、大阪でやったりっていうのも東京から行ったりとかっていう、そう、うん、そうやってるところが大阪まで出向いてとかはある。あ、虹色、そうそう、うん、そうそうそう。じゃあ例えばコミュニティまでとは言わないけど使ってる単語は英語と同じ、うん、英語と、なんかね、英語と同じに使っている人もいれば、日本でできたアセクシャル、ノンセクシャルっていう定義とか言葉っていうのもあって、うん、そっちをメインで使ってる人もいて、今混在しちゃってる状況がある。そのノンセクシャル、アセクシャルの違いは 何が違う？海外だとロマンティック、あのアロマンティックアセクシャルとかロマンティックアセクシャルっていう風な言い方をすると思うんだけど、なんか日本だとそのアロマンティックアセクシャルの人をアセクシャルって呼んでいて、うん、でロマンティックアセクシャルの人をノンセクシャルっていう風に呼んでいて、うん、ただなんかアセクシャルって抗議の意味もあるから、うん、だから本当はその日本でいうところのアセクシャル、ノンセクシャル含めてアセクシャルっていう風にその英語圏の定義だとなると思うんだけど、日本だとそこが完全に別になってる。いやー困ってる。そう英語が母国語、私だし、だからなんか結構当事者の人も混乱してる人が多い。そのどっちもあるから、どっちを使おうとか、どっちが本当なんだろうっていうので、うん、結構うーんみたいな感じで混乱してる人は多いと。じゃあその上さらになんとかロマンティックは使ってる人は多いですか、うん、日本では最近ちょっと増えたかな、ちょっと増えたぐらい、うん、かな、うん、あのそれこそ本当に数年前、2、3年前とかの時はいわゆるもう日本の意味でしか使われてなかった気が、アセクノンセクシャル、そうそう、アセクシャル、ノンセクシャルっていう言葉が本当に中心だった気がします、うん、感覚的に、うんうん、最近なんてやっぱデミセクシャルとかグセクシャルとか、うん、エセクシャル、あ、エーロマエセクシャルとかロマンティックエセクシャルとかっていう言葉もようやくこう有名になってきたぐらい、うん、特に Twitter で見ますけど、うんうん、でもオフ会ではそんなにそんなにオフ会に行ってないですけど、いやいや、聞かない、うん、っていうのが現状ですかね、うん、じゃあなぜアセクシュアルが地名になれないだと思いますか、日本では。あ、うん、なんかあの日本だと そもそもセックスとか、うん、その日本で性的っていう言葉がこうすごくネガティブに捉えられているので、うんうんうん、こう基本的には隠すものだっていうのがすごく強い意識にあるので、うんうん、そのでも隠すべきって言っときながら裏ではやって やらなきゃいけないっていう、こう2つのルールがあるから、そのいや自分たちはそういうの興味ないんですってもし言おうと思ったとしても、それは隠すものだからここでは言わないでみたいな風にされてしまって、言うことさえできない、その自分のセクシュアリティをオープンにすることははしたないことだみたいな風な、そういう根本のルールというか価値観があるから、うん、その例えばセクシュアルオリエンテーションの話をする時にも好きになる性ってい こうロマンティックに近いような言葉遣いを日本語では使いがちで、うん、その自分が性的にどんな魅力を感じるかとか、うん、セクシュアルアトラクションみたいな概念では喋らなくて、なんかロマンティックアトラクションによってこう好きの内容をこう曖昧にするっていう感じになるので、うん、そうするとそのロマンティックアセクシャルとかエロマのアセクシャルみたいな話をするときにも
ちょっとあんまりその性的のやめてもらっていいですかみたいな感じになって、言いづらいっていうのがこう日本でなかなか喋りにくい理由なのかなって思う。以前のアメリカと同じ気がする。うん、あと最後の質問ですけど、はい、ずっと日本人に聞きたかったですけど、うんうんうん、いろんな言葉、アセクシュアルコミュニティというか、うんうんうん、とセクマイのコミュニティが使ってるは英語から聞いてるんですけど、うんうんうん、それによって困ったことがありますか？困ったことは分かりづらいとかないかもしれない、うん、なんか最初見た時はカタカナだし難しそうって思うんだけど、なんかその英語に該当するような日本語訳、例えばパンセクシャルだったら全性愛みたいなものが用意されているんだけれど、それを使っている人が少ない、その日本語訳の方を使ってる人が少ないっていうのもあるし、あとなんか全性愛っていうよりもパンセクシャルっていう方がなんとなく締まりがいいというかおしゃれな感じがするみたいなところがあって、結構そうやって使ってる人が多いかもしれない。だから LGBT とかもそんな感じがする、うん、なんかこう、ね、LGBT ってなんかよくわからないけどおしゃれな響きだなみたいな感じで使ってる気がする。だからそれをわざわざレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーみたいな感じで日本語じゃないか、なんて言うんだろうな、女性同性愛とかね、そう女性同性愛みたいな感じで言おうとするとうーんってなっちゃうだと思う。だからある意味その英語の言葉であることがすごく自分たちにとってもこうちょっと分かんないぐらいだからこそ使いやすい感じはあるのかもしれない。そして一般的な人にとってさっきの話と似てるんですけど、うん、性的な話が苦手だから、うんうん、LGBT は距離、そのそれからの距離、うん、があるがあるから使いやすいかな。そうそうそう、やっぱ漢字がある国だから、ね、その文字だけで大体の意味が分かるというか、大体漢字を当てれば大体意味を分かるようになってるんですけど、うん、そうするとこう分かっちゃうからこそやめたいみたいな人がいるから、うん、こうよく分かんない言葉の方がむしろおしゃれにも聞こえるし、うん、新しく感じるし、こう負のイメージがない、ネガティブなイメージがないものとして新しいものとして使えるみたいなところでよく使うのかなと。なるほど、ありがとうございます。いやー嬉しい。That's all for today's video. If you want to check out their video, we're going to put a video on their channels too. Especially Seisei Dodo, I recommend you check them out because if you're interested in the LGBT community in Japan, they have a lot of interesting content. It's all in Japanese, so you need to understand Japanese. But the video that we're going to do together for their channel will have English subtitles on the bottom of it, so please definitely check out that video too. Thank you for watching, and I'll see you next time. Bye. Bye.